戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。シャドウ、段取りは済ませておいたわよ。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。そう、これから私たち七影のシャドウガーデンの本当の戦いが始まる。アルファ様、全員揃いました。ありがとう、ベータ。それじゃあ、シャドウガーデンの今後の方針について、会議を始めるとしましょう。ここ、全然、快適、じゃない。仕方ないですよ、イータ。あの建売住宅はこの廃村においてはどうしても目立ってしまいますから。だからって壊す必要は。ああ眠い。デルタも眠くなってきたのです。会議はいつも眠くなるのです。まあそのままでいいから聞いてちょうだい。現時点での目標を整理して今後の行動の指標と目的をまとめさせてもらったわ。まず第一に行うべきはディアボロス教団の調査と悪魔月に関する呪いの研究。調査と研究はこれまでにも行ってきたことだけど、今後は様々な場所で情報を収集してもらうことになる。よって今後は教団との直接的な戦闘機会が増加する。これに伴って私からみんなに提案があるのだけど。提案？ええ、それは剣の積極的な使用よ。剣ですか？どうしてなのです？奴らを狩るのに爪じゃいけないのです？シャドウは私たちに剣を教えてくれていたとき、彼の剣と同じ形状の剣を使わせて、同じ剣の型を学ばせていた。そしてあるときを境に、自分自身で鍛錬を積み、個性を伸ばすように命じたわよね。だけどかつて、七影全員に同じ剣を学ばせたこと。この事実は、今後のガーデンにとって大きな意味を持っている。なぜなら、今後の私たちの剣は、シャドウガーデンという存在を表す剣。つまり、シャドウの振るう剣そのものでもあるから。なるほど。だから、それぞれの得意武器とは別に、ガーデンの象徴としての剣を使うべき、ということなのですね。さらには、様々な獲物の使用を避け、剣に統一することで、ガーデンにおける個人の特定を妨げることができますね。シャドウ様、そこまで考えていらっしゃったとは。みんなそれぞれに得意な戦闘スタイルがある。シャドウが私たちに個性を伸ばすよう命じたのは、きっとその才能を無駄にしないため。だけど、本格的にガーデンの一員として活動する以上、普段の戦い方については、手口を含めて、
可能な限り統一すべきよ。剣は嫌いじゃないけど、場合によるかな。もちろん、ゼータのように諜報メインで動くのであれば、剣以外の様々な獲物を使った方が都合がいいでしょうし。正直、あんまり興味ない。強敵との戦いや確実な勝利が求められる時のように、得意なスタイルで戦うべき状況が少なからずあるのも事実だから、あくまでこれは努力義務ということにするわ。だけどゆくゆくはそういうつもりでいてほしい。それじゃあこれからも爪で勝っていいのです？ええ、だけど剣の訓練も怠らないように。分かったのです。ところでアルファ様、今後ガーデンの規模拡大と秘匿性を両立させるとなると、ここを拠点にしていては限界があるように思うのですが。ええ、あなたの言う通りよ、ガンマ。だからこそ我々が力を高める上で早急に新たな拠点を見つけることは直近の課題でもある。新しい家。その点を含めてここからが今日の本題。ベータ、よろしく。はい。新たな拠点探しも含めた各自の行動指標をまとめさせていただきました。まずはこの私、アルファ。シャドウガーデンの総指揮と統括を担当させてもらうわ。全体を管理するリーダーとして活動しつつ、人員が必要な作戦や計画には随時参加する形となる。要は、専門性の高い事柄を除いての何でも屋ということ。責任重大だけど、粛々と務めさせてもらうわ。私、ベータは情報の分析と記録、教団の調査および悪魔月の救助を担当します。どちらかといえばデスクワーク寄りですが、現地での情報収集や調査が必要な作戦には積極的に参加していくつもりです。ガンマにはガーデン全体の運営と調整を担当してもらいます。これからの戦いには先立つもの、世界に影響を及ぼせる資金力と政治力が必要です。つまりガーデンが力をつける上での発展と懐事情は私の知性にかかっていると。お任せを。デルタには直接戦闘を専門に担当してもらいます。これは悪魔月救助の際に高確率で発生すると考えられるディアボロス教団との戦闘を含むものです。奴らとの戦いならデルタに任せるのです。助けるよりも狩る方が得意なのです。イプシロンは悪魔月の救助における実動要員として、様々な局面でのバックアップを担当してもらいます。私が裏方ですって？とても大切な仕事よ、イプシロン。各方面のサポートには繊細な気配りとセンスが求められる。あなただからこそこなせる影の役割と私は信じているわ。アルファ様。かしこまりました。この緻密なイプシロンにお任せを。ゼータには引き続き教団関係の情報を探ってもらいますが。もしかしてそこからさらに仕事を増やすつもり？その通りよ、ゼータ。我々が次の拠点とするにふさわしい場所、それをあなたに探してきてほしいの。新しいネグラ候補だね。そういうことなら、イータにも引き続きガーデンに有益な研究開発を。やっぱり寝ちゃってますね。今後に増えていく拠点の建築関係についても
いろいろと関わってもらおうと思っているのだけど。あ、わかった。考えとく。おいよ。こいつ、起きてるのか寝てるのかはっきりするですよ。寝てるよ。ともあれ、おのおのの活動指針が決まった以上は、やるべきことに全力で取り組むということですね。ええ、シャドウガーデンの新たな一歩は、この瞬間、静かに、けれども確実に踏み出される。拠点、ここより、大きくて、広い、必要。まずは力を示すことは難しいことじゃないでしょう。それでは先週の各七影の動きを報告します。ガンマはミドガルオートにて紹介株の取得へと動いています。相手の紹介についての情報は、ルーナ紹介と呼ばれている被服用品を扱う古参の紹介で、現在は女会長が老齢のため活動を停止している状態だそうです。ガンマの報告によれば、穏やかな流れで紹介の経営を譲り受けることになりそうとのことです。足がかりを作る上で行動に波風を立てないのは基本中の基本。ガンマは早速上手にやっているようね。ゼータは引き続き諜報活動を行っています。新拠点の探索と選別も行っているようで、候補となる場所をまとめたリストが届いていますが、私も拠点候補のリストには目を通したわ。当のゼータ自身が満足していないという注釈付きのね。引き続き探索を行ってもらうことにしましょう。デルタとイータは待機中です。イータは研究に没頭していますが、デルタは今です。狩りに行きたいのです。我慢をさせてしまっているわね。他の仕事を覚えさせた方がいいのではないでしょうか。それは彼もシャドウも試みたことよ。だけどその彼もある日、何かを悟ったかのように諦めた。その時の暴揚とした瞳は、短所を無理に克服させるよりも長所を伸ばすことに集中した方がいい、そう物語っていたわ。イプシロンは先週にゼータが調査していたディアボロス教団のものと思われる地下施設を偵察中です。もうすぐ調査と偵察を終えて戻ってくると思いますが。噂をすればね。ただいま戻りました、アルファ様。お帰りなさい、イプシロン。お帰りなさい。ただいま。二人とも話を続けていいかしら。え？どうぞ。あ、はい。それでイプシロン、どうだった？はい、未確定情報でしたが確定しました。地下施設はディアボロス教団のアジトで間違いありません。しかもこの2日以内の間に悪魔月が運び込まれた形跡もあります。急がなければならないようね。すぐに動きますか？ええ、ベータ、イプシロン、出撃の準備を。私はデルタに伝えてくる。30分後に出発。いいわね？
了解です。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。シャドウ、段取りは済ませておいたわよ。行きます。私が何とかするわ。まずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょ。シャドウ、段取りは済ませておいたわよ。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。行くわ。やっ、次へ行きましょう。やっ、行くわ。潰します。攻撃します。甘い。ごめんなさいね。ここで終わらせます。そこまで。はっ、無駄よ。はっ、潰します。甘い。攻撃します。レッスン3。あなた急にあさっての方に走り出すからどうしたのかと思ったわ。計算のうちだ。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。シャドウ、段取りは済ませておいたわ。頑張ります。ほらそこ、無駄口叩かない。えい、泣いてくれる。はっ、そこね。成長しているの。ハッ、行きますよ。甘い。攻撃します。レッスン3。ここまで来ましたね。行くわ。行くわ。どこね。攻撃します。レッスン3。これ
からだからね。耐えられるかしら。行くわ。攻撃します。甘い。相手にならない。俺からだからね。私の前に立ちふさがらなければ、その命に長らえたでしょう。アーティファクトの力があればあなたを助けられます。恩に来ます。これでどう？行くわよ。行きますよ。甘い。攻撃します。レッスンフリー。王国最強の剣を間近で見れるなんて思っていませんでした。ありがとうございます。それより古代文字の解読の方は進んでいますか？現時点での見張りはおそらくこいつ一人だけと思われます。偵察の際も常に一人交代で見張りを行っていました。となるとここはそれほど教団にとって重要な施設というわけではないのね。どうしてなのです？見張りが弱っちいからなのです？それもあるわ。だけど一番の理由としてはここを誰かが見張っていると分かったから。つまり本当に重要度の高い施設であれば見張りの必要な場所だとそもそも他者に悟らせることすらしないと。ええ、この世界におけるディアボロス教団の存在のようにね。だけどここが隠されていた場所であることに違いはない。そして悪魔月も現在進行形で運び込まれている。となると、やはり陽動を行うべきね。陽動って、おとり作戦です？そんなことしなくても、片っ端から狩ればすぐ終わるのです。通常の殲滅作戦であれば、デルタの言う通り。だけど今回は、悪魔月の救出を行わなければならない。以前の救出作戦で追い詰められた教団の研究者が悪魔月に薬物を投与したことがあったでしょう。暴走させられた悪魔月を鎮める手段は残念ながら今のシャドウガーデンには存在していないわ。そうか、だからおびき出してその隙に助けるですね。それにおびき出した方がたくさん狩れそうで楽しいです。陽動はデルタとベータにお願いするわ。私ですか？デルタがやりすぎないようサポートするだけで大丈夫。それにデルタの取りこぼしを的確に仕留めるのならこの中ではあなたが最も適任でしょう。うん、デルタ獲物を取りこぼしたりしないですよ。とのことですが、了解です。デルタと一緒に陽動作戦を展開します。私とイプシロンは誘い出された敵の展開の隙をついて施設の奥へと侵入、悪魔月の救出を最優先に動く。シャドウガーデン作戦開始。敵集団！どこから現れた？さあ狩りの時間なのです。デルタ、施設自体は破壊しないようにお願いしますね。わかってるのです。悪魔月を助けるために頭を使って戦うのです。
シャー！まずい！応援を呼べ！あら、そういうことでしたら。ベータ、どうして見逃した？それはもちろん、あの兄弟員がもっとたくさんの獲物を連れてきてくれるそうですから。おお、それなら偉いのです。獲物を連れてくるやつも我慢した。ベータも、ベータ狩りが苦手だと思ってたけどなかなかやるのです。正直なところまだちょっと苦手だけど、それでもシャドウ様のためなら。あの檻の中にいるようね。空きの檻が多いです。もしかして以前から運び込まれていた？もう少し早く調査できていればもっと多くの悪魔つきを助けられていたのかも。イプシロン、私たちはシャドウ様に様々な力と英知を与えられた。だけど世界の全てを見通せる神になれたわけじゃない。私たちにできることは今の自分たちがやれることを未来のためになすことよ。これからもこういう状況は多くなるけど決して焦らないこと。いいわね、アルファ様。今やれることを未来のためになす。わかりました。それでそろそろ仕掛けますか？教団員も大半がデルタたちに誘い出されたようですから。ええ、飛び出しのタイミングはあなたに任せるわ。行きます。続くわ。お前らどこから？まずは力を示すことは難しいことじゃないでしょう。実験。訓練は欠かさないよ。魔力の扱い方が分かってきた。特訓の成果が出てきたね。特訓の成果が出てきたね。特訓の成果が出てき、強くなることに集中しましょう。着実に成長しているわね。これで今まで以上に役に立てるわ。これで今まで以上、これで今まで以上に役に、これで今まで鍛えましょうか。魔力があふれる。成長しましょう。パワーアップです。新しい知識が身に、稽古を見ましょう。鍛錬あるのみです。箱入りの王女ではないのだと。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。シャドウ、段取りは済ませておいたわよ。ほらそこ、無駄口叩かない。恥ずかしいところは見せられない。
まだよ。見にくいね。ここで踏ん張らないと。久しぶりに本気を出したな。助かったわ。見てくださいましたか？これがベータの実力です。シャドウ、段取りは済ませておいたわよ。やらせないわ。ほらそこ、無駄口叩かない。うちの面倒になってきた。成長しているのか。少し面倒になってきた。攻撃します。相手にならない。甘い。助かったわ。これで私逃がさない。攻撃します。甘い。レッスン3。早いね。私のこんなものじゃないの。その急にあさっての方に走り出すからどうしたのかと思ったわ。計算のうちだ。実験だ。鍛えましょうか。だいぶ勘を強くなることにし、訓練は欠かさ、稽古を見ましょう。箱入りの王女ではないのだと自分でも信じたいのです。箱入りの王女、成長しましょう。新しい知識がみ、あれ、何日経った？金さあ、行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。シャドウ、段取りは済ませておいたわ。行きます。
します。甘い。レッスン3。そこね、止まりません。私、潰します。そんなものじゃないの。甘い。攻撃します。ごめんなさいね。私の前に立ちふさがらなければ、その命も長らえたでしょう。少し面倒になるんだ。無駄なキトクトの力があればあなたを助けられます。行動バナナ、これからだからね。シェリーさん、よく頑張りましたね。戦闘はこれでもうおしまいです。怪我なく済んでよかったです。戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。シャドウ、段取りは済ませておいたわよ。本気でやりましょう。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。バカな。どうしてくれる。少し面倒になってきた。行くわよ。これでどう。それ、行きますよ。攻撃します。甘い。ごめんなさいね。ありがとうございます。逃がさない。レッスン1。甘い。攻撃します。レッスン3。アーティファクトの力があればあなたを助けられます。ありがとうございます。私の前に立ちはだからなければその命も長らえたでしょう。止まりません。何、逃がさない。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。周辺の状況確認終わりました。敵の増援の気配はありません。ありがとう、イプシロン。陽動を含めて倒された人数を考えれば、この施設を死守しようなどとはもはや考えないでしょうね。逃げた者たちもデルタとベータが仕留めているはず。アルファ様、まだ息があるのはこの子だけだった。他は間に合わなかったようね。私たちが嘆くのは後からでもできる。それよりもこの子をすぐにでも助けることの方が大事。はい。それではアルファ様。イプシロン、あなたが助けるのよ。ですが、これまで悪魔月の解除はシャドウ様とアルファ様しか行ってこなかったのでは。つまり今日から
その中にあなたも加わることになるわね。そんな。他の七影にも開示の訓練は常にさせていたけど、その中でもイプシロン、あなたの魔力制御は群を抜いている。緻密で繊細で、魔力の制御については私以上の才能を備えていると言っても過言じゃないわ。それは光栄です。ですが、解除を私がやるというのは。大丈夫、あなたならできる。シャドウ様が助け、導き、救った。今のあなたなら。わかりました。旋律を奏でるように魔力の濁流を清らかな流れへと。そう、魔力を意のままに操作するのではなく、その魔力にとって最も自然な流れへと導く。決して魔力の源を損なうことなく、雫が沢となり川へと流れて海へと旅立つように。私はその流れを少しだけタクトを振って導く。そのことだけに集中する。できました。私できました。成功よ。よくやったわ、イプシロン。今の感覚を決して忘れないようにね。アルファ様。はい。気がついたかしら。体が元に戻っている。私は悪魔月になって、なのに。悪魔月とは、古の時代、魔人ディアボロスが自らを討ち果たした英雄たちに、断末魔として縛り付けた呪い。すなわち、英雄の血脈に連なることの証明でもある。私が、英雄の子孫だというのか。だが、そんなことは、もうどうでもいい。私は全てを失った。地位も名誉も、この世界に存在する理由さえも。そうかもしれない。だけど新たに始めることはできる。新たに始めるだと。私たちはこの世界の真実を知っている。歴史をねじ曲げ、アマツさえ魔人を復活させようとする者ども、ディアボロス教団が影のように暗躍する現実を知っている。そして、その教団がねじ曲げ続けてきた歴史の陰で、呪いに苦しめられ続けてきた人々の存在を。あなたのような悪魔月が、ディアボロス教団による様々な人体実験の犠牲になっている事実を知っている。ディアボロス教団？そんなおとぎ話のような。だが周りの檻は、まさか私と同じ。あなたには二つの選択肢がある。一つは、救われた命を大事に抱えて、何も見ず聞かず何にも応じず、静かに暮らし続けること。そしてもう一つは、私たちの仲間になって、影に潜み、この世界を歪ませる影と戦うことよ。私が何者なのかを聞かないのか。聞いてほしいなら聞かないわけでもないけれど、これからのあなたが生きる上で、それは必要な過去なのかしら。それは、まさかお前たちも、もともとは悪魔月だったのか。ええ、今のあなたと同じように全てを失ったわ。だけど
シャドウによって助けられた。歴史から長らく失われていた解除の方法も彼から教わったもの。そしてシャドウと私たちはディアボロス教団を滅ぼす。そのために動いている。シャドウ、私の命はあなた方にはもちろんのこと、元をたどればシャドウという方に助けられたも当然なのだ。ならば消えるはずだったこの命、そのシャドウとあなた方のために使い尽くしてみせよう。ようこそシャドウガーデンへ。あなたの名前は今からラムだよ。ラムだ。この近辺のディアボロス教団のアジトは全て潰したわ。もちろんあなたや影の家が関与しているような捉え方をされないよう細心の注意を払いながらね。ああ、ご苦労だったね、アルファ。その過程で多くの悪魔つきを助けているの。ほとんどの子たちがシャドウガーデンへと忠誠を誓ったわ。あなたの目的を遂行するための土台作りは着々と進行中よ。へえ、そりゃすごいね。でも人数が増えたらあの村に隠れる感じじゃなくなりそう。それについてはゼータに新しい拠点を探させているところよ。見つかり次第すぐに移動を開始するつもり。それからシャドウガーデンの構成員が増え始めるのに合わせて七影を含む全員に剣の再訓練を始めさせているわ。ん？あなたは私とベータには剣の基本をみっちりと学ばせていたけれど、他の七影には剣技の土台だけを教えた後に自らの道を進むよう自立を促していたでしょ。ちょっと待った、僕そんなこと言ったっけ？そのおかげで七影はそれぞれの個性を生かした独自の戦闘スタイルを確立できたけど、ガーデンとしての秘匿性はもちろん象徴性も大事にしたいと思って。あ、言ったわ、めっちゃ言った。そうだ、ガンマとデルタの剣技の覚えがあまりにあれで、正直あの時のことは思い出したくない。あれはこの世界に来て初めて味わった一種の挫折だった。それにイプシロンは魔力制御が上手だったし、ゼータは何をやらせても器用にできちゃってたし、イータに至っては当人にまるでやる気なかったし、頑張って教えなくても普通になんとかなりそうだなって、あれから剣の訓練は軽く流すことにしたんだっけ。まあ当人たちは今でも問題なさそうだし、アルファが改めて剣を教えるのもほっといて大丈夫かな。前途の見えない旅の始まりか。だがその濃い霧を抜けた先に我々の立つべき影の大地がある。影の大地と。それじゃあそろそろ失礼するわね。あなたの母上様が夕食に来ない息子を叱りに来るようだから。シャドウガーデンの新拠点に象徴としての剣か。アルファって本当にそれっぽい設定が好きなんだな。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。